精進おでんを作ります。こんにゃく、こんにゃくはどうやって切る？三角？四角？ちぎらなくてもしみるので、うん、短冊でもいいかもよ。短冊？うん、こっちは三角に切る？うん、それは三角に切りたいからね。これは1枚を半分に切るぐらいでいい？大きい方がいい？うん、大きい方がいいでしょう。お大根は何センチ厚ぐらいがいいですか？うん、1センチぐらい、うん、1センチぐらいでいいと思う。意外と硬いね。うん。おでんのだし汁を作ります。これはしいたけ、お酒、みりん、薄口醤油、お砂糖は後で、具材を入れた鍋の中で味を見てから入れます。まあ、これでしょう、最初ザラ、うん、ザラ、そう、ザラ、おめでたそうな子も入れますよ、うんうん、ザラ、あの目、うん、大根、大根こっこ入れよ、うんね、そこの脇にキノコ入れる、うん、積んで積んで、これから、うん、うわ、これみんなくっついてるわ、うん、まとめて入れちゃえ、溶け、うん、仲良し、じゃあ、うん、美味しそうな綺麗な鍋だな、鍋、おでんだった。わあ、なんと行った、前へ行った、後ろへ来るかな思った、うん、私もそう思った、うん、あ、私もなんか後ろへ来るかなと思った。おお、このぐらい、はい、うん、はい、ちょうどいいとこね、うん、本当だ、火入れよ、うん、火入れんと食べられへんもんね、開けちゃうよ、うわー、